land where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. はい、こんにちは、こんばんは、コウヘイです。よろしくお願いします。今回は、前回の食事生活面に引き続いて、言語面についてお話しできたらと思いますので、最後までぜひよろしくお願いします。僕は今日本語パートナーとしてインドネシアで日本語教師のアシスタントとして日本の文化であったり日本についてまた日本人の動き方についても紹介をしてどんどん日本のファンを増やしていこうという活動をしています。その一環でこの YouTube チャンネルを開きまして今回は言語面についてどうだったのかというのをお話しできたらと思います。インドネシアで活動しているのだからインドネシア語は話せるんじゃないかというふうに思われる方もいると思うんですが、インドネシアに来るまでというか日本語パートナーズが決まるまではインドネシア語について全く知らなかったです。インドネシアの国についても全然知らなかったですし言語ありがとうとかも知らない状態でした。で、勉強し始めたのは日本語パートナーズが決まって大学を卒業してから、派遣前研修8月の研修を行われるまでの 4,5,6,7 の4ヶ月間は、教材を買って独学でちょこちょこ勉強していたという形になります。ですが、どうやって発音するのかとかも含めてインドネシア人にも会ったことがなかったので、文系を勉強するだけという形ではありました。で、8月に入って授業が実際に始まって派遣前研修で1ヶ月間、朝の時間朝9時から12時までの3時間、クラス別で分かれていて授業がありました。そこでインドネシア人の先生にインドネシア語を直接教えてもらって、まあ、日常会話自己紹介だったり緊急時だったりお買い物だったりっていうところの会話の練習と、まあ、文法の説明をしてもらって1ヶ月でだいぶ上達した形になります。で、結構いけるんだろうなと思ってたら結構いけなくて最初1ヶ月はこっちに来てすぐインドネシア人の人と2人で話す時とかはもうほとんど聞き取れないような状態で知っている単語がかろうじて聞こえるかなくらいで返事もろくにできず本当にプラマパギーとかサマスキャンとかの挨拶とデマカシーとかマカシパーマカシブとかそういうありがとうとかこんにちはとかっていう簡単なことしか言えなくてどこから来たとかそういうのだけで生活していく感じなので何をしたいとかここに行きたいとかそこをどうしてくださいとかここはどうなのみたいなのは全然最初は言えなくてもうビビり倒してましたね。でも2ヶ月3ヶ月くらい経った時くらいからだいたい聞き取れるようにはなってきて耳だけがやたら慣れてきた段階です。で、聞き取れるんだけど単語を知らないから意味がわからなくって返事ができないっていうのが2ヶ月目、3ヶ月目の状況ですね。なのでこれからは単語量を増やしていけばもしかしたら意味も聞き取れるし返す言葉も増えていくんじゃないかということでこれからの、まあ、勉強としては単語量を増やすのと文法は全部学んだので単語量を増やしていくのととにかく何でも言うことですね。言ってみてもうインドネシア人じゃないって分かった途端にすごくゆっくり話してくれてものすごく優しく接してくれるので何でも挑戦して当たっていくだけの精神でいかないと、まあ、残り3ヶ月で生徒とか他の先生方とかこっちの人たちと会話できるようになるっていうのは難しいのかなというふうに考えているのでそうしていけたらいいなというふうに思っています。なのでいつかはインドネシア語でちょっと動画を出せたらいいなというふうに思ってますので、まあ、ぜひ楽しみにしていてください。はい、という感じで言語面に関しては、まあ、最初は全く知らない状態で派遣前研修で勉強をしてこっちに来たけど最初に全然聞き取れない全然話せない壁に打ち当たって今は、聞き取れるが意味がわからないというところで次は単語の順番かなという形ですね。
そういう状況になります。なのでこれからもうちょっと調達してきたらまた報告とかできたらいいなと思いますので、そちらの動画も楽しみにしていただけたらと思います。次は活動面について実際に何をしているのかということについてお話できたらと思いますので、そちらの方も楽しみにしておいてください。それでは今日もありがとうございました。またご覧ください。バイバイ。